今日から配信開始ですね。今日の茜の一つ星ですね。前回からのちょっと違う点ですね。こんな感じにサポートを連れていけないんですね。なので、今回は自前のキャラクターでクリアしていきたいと思います。重要になってくるのがですね、こちらですね、敵味方すべての状態異常補助効果を含むを解除ですね。こういう状態解除ですね。こういうスキルを使うと便利です。で、うちの稼ぎ頭ですね、一応まだ覚醒終わってないんですけども、火力はこんな感じで連れて行ってみましょう。小太郎くんですね。では早速やっていきたいと思います。それじゃ行こうか。1階ですね。1階はこちらの犬を倒していくといいらしいですね。沈黙をされてしまうと、通常攻撃しかできないという感じになります。こちらを倒してみましょう。こちら火力重視で倒しちゃいましょうね。ですね。で、次は下ですね。下を倒しちゃいましょう。ですね。で、かかりちゃんですね。ガードしちゃいましょう。よっ。元気出していこうぜ。で、ここでこういうところに状態解除をしちゃうという感じですね。毒がかかってるんで、これを解除できます。こういうのが便利なんですね。で、小太郎くんで倒しちゃいましょう。なんでですね。で、次は、1階ですね。2階は下から倒しちゃいましょう。混乱と催眠と暗黒をやってくるみたいですね。やっぱりこの状態異常やってくる敵を先に倒してしまいましょう。結構厄介なんでね。ですね。で、次にアタッカーですね。真ん中になります。こちらを倒しちゃいましょう。いいかな。ですね。よし。ここで調節効いちゃうんで、一番上は回復しかやってこないっていう、そういう感じになってますね。なので、エンハンスを上げるとか、こういう効果をね、できるだけ乗せていきましょう。ですね。ちょいちょいつつ感じていいかもしれないですね。よいしょ。回復なんかもやっていった方が、ボス戦は有利ですね。で、問題のボス戦ですね。このボス戦は一番下が厄介らしいですね。こちらは、沈黙ですね。やっぱり通常攻撃しかできなくされてしまうので、先にこの一番下の人を倒してしまいましょうですね。で、次ですね。次はやっぱりボス最後に残した方がいいかもしれないですね。で、鳥を倒します。そうだな、こっちだな。って感じで、また状態異常がかかってしまうんですね。よいしょ。まあ、まず最初に敵を一掃してしまいましょう。だな。よし。で、ここでこういうのが役に立つんですね。よし。で、あとはもう火力重視で叩きましょう。ですね。てな感じでノーコンクリアできました。結構こういう手順を慣れてしまうと、やりやすいですね。一応ですね、チャレンジクエストの追加の方は井上の一つ星、毎週木曜日ってことなんで、月曜と木曜日に新規に、追加されました。最初からある方ですね。こちら、ルチアとシマコ、こちらもあります。こちらはサポートが借りられるので、火力に自信がない人は、サポート
火力重視のやつを連れていくといいかもしれないですね。今回はこんな感じでした。ご視聴ありがとうございます。